おいおい、すいません、もう本当に気をつけます、ごめんなさい、すいません。あー、おかげ、すいません、本当にすいません。すいません、本当に。今日の配信ではまず昨日時間のやつを作ったら割とやばそうっていう声が多くいただきましたので、また新しいのを作るっていうか作りたいと思います。作りたいと思います。作るっていうかファンの方が送ってくださったやつを参考にしてみようと思います。で今日の配信で完成にしますから、ちょっと待ってくださいね。まず一枠目、1日3時間配信できるので、ちょっと計算をしてみます。20分25分で55分1時間10分25分、55分になっちゃうんですよね。ね、やっぱこれあれやな。まず1枠目が17時から17時30分。17時から17時30分の30分配信をまずします。その次が6時5分はどうでしょうか。25分からの方がいいですか。あ、25分まで。ご飯の方はね、なんか25分とか30分、ね、なんか割とねあれなんですけど、25までで、なんで25まででいいんだろう、これは多分理由があって25までなんですか、これは。どうなんだろう。25 50 75
いいかも。祝福、大福、いやー、10分25でいいのか。 OK、 じゃあ25分で、25分配信ですね。で、続いて2つ目の配信が18時5分から18時30分の25分配信。捨て星は3時10分、あ、じゃない、そうですね、15時10分捨て星で。髪ボサボサでちょっと恥ずかしいけど、捨て星は15時10分捨て星。あー、そうそう、星集めだった星集めが15時10分捨て星が16時10分どうでしょうか。じゃあ15時10分までに星を満タンで16時10分で、もしということで。で、続いての配信が3個目の配信が、あの、ファンの方が送ってきてくださってるので、この通りにやります。結局自分で考える力何もつかない。ファンの皆さんに甘やかされて私は幸せで、4つ目の配信が20時15分から20時40分で25分。これも一周プラスカウントですよね。5枠目が21時20分から21時45分ということで25分、これも25分ですね。続いて22時25分から22時50分の25分間一周プラスカウントということで、で、最後ラストが23時30分から24時で30分分
一周プラスカウントということで、どうでしょう。初見です。初見さんありがとうございます。このタイムスケジュールになります。すいません、何度も何度も変更してしまって、これは後ほど SNS にもあげるんですけれども、続いて私はね、もうね、昨日考えておきました。まずこの一枠目の30分の3週あ25分ですね、カウント配信みたいな、あ、この1個目の配信でトークテーマを毎回毎回考えようと思いまして、考えてきました。ちょっと待って、漢字が、あ、やばい、待ってる。まず一枠目、じゃじゃん、ハッシュタグビスの山田決起集会、やった。まずここで、ね、自分ノイピーとアイトノイピー、そしてこのルームに来てくださってる方のハートを熱く、あ、いや、やばいやばい、充電いっぱい、熱くするぞということで、よっしゃ。続いて第2枠目、18時5分から18時30分の間に何を話すかというと、まあね、まだ初日ですから割と安定な感じでいきたいなと思います。はい、2枠目はこちら、 NGT48 といえば〇〇バラエティみたいな企画みたいになってますけど、で3つ目の、いや19時10分から25分間の配信の中では、はい、新潟市のよく行くところ、まあ、なんで新潟市なんですかと思った方いらっしゃると思うんですが、まあまあまあ落ち着いてくださいよ、1週間もあるので最後ら辺とかね、どうしようどうしようってなっちゃうんじゃないかなと思って細かくいきたいと思いますで続いて4つ目の枠、8時15分から8時40分までの間に、まあ、真ん中、一日初日の真ん中なのでブレイクタイムとして、じゃじゃん、テンションぶち上げ第1回カラオケ大会まあ真ん中なのでね、テンションぶち上げていきましょうということで、続いて続いては、まあテンション上げた後にしっかり、じゃあもう反省していくっていうことで、
い、カラオケの反省会だからね。何を反省したのかというと、このここのここのソプラノ出にくいみたいな、ここのファが出にくいみたいなってやっていきたいと思います。で6枠目の10時25分から10時50分の間に、はい、夏のナイトルーティーンということで、これも区切っていくから今夏だからとりあえず夏のナイトルーティーンをしたいと思います。多分5枠目21時20分から21時45分の回が終わった後に多分お風呂入ります。で、22時25分から始まるやつに間に合わせるようにやって、そこでナイトルーティーンをできればなと思います。で最後はですね、まあシンプルに#BISの山田の2日目の作戦会議ということでとりあえず明日1日目このタイムスケジュールでやっていきたいと思います。まあそうですね、皆さんこんばんは、初見さんありがとうございます。本当にみんな今日何してた他のメンバーのファンの方とかさ、結構アットジャムとか見てたと思うので、ちょっと私は出てなかったから何してたんだろうと思って。私はちなみに最近朝ね8時台に起きちゃうんですよ。で8時台起きて部屋片付けました。あのビスのイベントで絶対汚くなるなと思って、もう絶対自分でも多分どうにもできないし、毎日毎日1時間ごとに配信とかになると本当に何もできなくなるなと思って、部屋をめっちゃ綺麗に片付けましたとりあえずで1週間は持つであろうっていう状態にして、洗濯もして、ゴミ袋も20リットル3個捨てました。だから私断捨離大好きなので断捨離してたんです。今日も断捨離大好きな割に全然荷物多いんですけど、私ちょっと力入っちゃったそう、でもまあ部屋は気になったので明日からの1週間は大丈夫そうです。まあ企画ものもね考えていきたいと思うんですけど、ぜひぜひ皆さんからの案だったりがいただけると嬉しいなと思います。ですね、ちなみにちょっと聞きたいんだけど、平日は皆さん多分お仕事が多いと思うんですけれども、そのどうなんだろう、なんかね、あるファンの方はすごい短い配信を何個もやってほしいんだ。そうするとそのまあカウントとかもできるし、そのみんなトイレに行ってる間とかにもできるような感じだから、お仕事中もやりやすいかなっていう感じの方もいらっしゃったし、それからちょっとあんまり昼間とか動けないから大きい配信っていうか、なんか何分か2週
のための配信とか長めの配信を何個かやってそれで一日終わりにしたいみたいな方もいらっしゃったので、どっちがいいんだろうって感じなんですけど、どっちも、いや本当そうなんですよね。みんなの休みとりあえず教えてみんなの休みで平均的な感じのやつ撮ろうかな、じゃあないよね、あったらラッキーぐらいですよね。じゃあ熱い水取ってきます。水センスピンで、パハー、土日休み、昼間短くやるの確かにね。愛してるのに愛せない。9時半、11時半、1時半とか。できないですよね。12時はだってみんなあれだもんね。一周だけならでも10分あればできますか。そう、もう南の方が本当に協力してくださってて、みんなにもわざわざ送ってもらったりだとか、本当にありがたいです。そうで、本当はねこれ今だから言うんですけど、本当は明日から土日2日間ミナンチから配信する予定だったんですよ、本当に。そうだけど、ちょっとねできなくな、行けなくなっちゃって、そう釣りしない、この前しました釣りそうなんです、行けなくなっちゃったの。行きたかったな、マロンとかさ、もうビッグゲスト、スペシャルゲストじゃないですか、ね、マロンとかと一緒に配信したかったんですけど、できなかったんですね。いろんな問題があって、あ、問題っていうかそんな大したことじゃないんですけど、まあこのコロナ禍なので一応ね、そう会いたかったですね。だから昨日も電話したそう、南の方にねサプライズしたかったんですけど、マロンにかじられるよ。マロンなんてノエのこと大好きですからマロンなんてノエのこと大好きなの、もう。そうだから全然、あのね、しかもミナンチから配信するって言った、配信する予定だったって言ったじゃないですか。私別にミナに相談しなくて、それミナママにLINE して行っていいですか、配信始まるんですけど私ちょっと不安で、なんかミナンチで配信していいですかって言ったら、ずるい思い出よって言ってくれて、やったーって、 それで決まってからミナに、あ、何染まりに行くことになったんだよねみたいな
それでねそう、めっちゃおもろい話があって、あ、めっちゃハードル上げ、ちょっとびっくりした、びっくりした、自分でハードル上げて。そうで、それをそのミナのママに言って了解得た後にミナのパパにもね連絡をしたんですよ。泊まりに行くことになりました、よろしくお願いしますってね。それで最後に許可得たよって言ってミナに送ったんですけど、でもう加藤家3コンボなわけ、そのトーク、 LINE のトークがね、ここがもうずっと加藤家3人いるんですけどそのミナママは嬉しいみたいな、もうほんと楽しみにしてるねみたいなこと言ってくださって、優しいからほんとに。で、私もミナママの料理とか超楽しみしてるんで、ね、それで次がミナパパで、なんかミナパパはなんか、いや、ほんと泊まりに行っていいんですかみたいなこと私が言ったら、しらしらしいですよね、ほんとに自分から行きたいとか言っていていいんですかほんとにみたいなこと言ったら、全然いいよみたいな、でもミナママとミナパパの肩もみしてねみたいな。そうそう、でも全然、あ、もうあのね、好きって言ってるんですよ。ミナママとかと行った時、ミナんち行った時に、私マッサージめっちゃ好きって話をしてて、この前それでそのミナパパがマッサージしてねって言ってくれたんですね。でそのミナにさ送ったって言ったじゃないですか。でなんかまださ既読をつけてなかったの、みなの返信が来てから。だから3つね、その新着メッセージ3個並んでたわけで、みなママが全然いいよみたいなコメントで、みなパパがマッサージしてねみたいな、でそのみながなんか、え、そうなんだみたいな、でそれをスクショしてみなに送ったんですよ。でも片岡三コンボなんだけどみたいなことを言って送ったらみなから、いや、パパキモすぎるでしょって返信が来て、でも私も何の話みたいな、何の話で、いきなりパパどうしたんだろうって、こんな年になって反抗期なのかなって思ったら、その新着のメッセージだけ見てるから、みんなはその新着のメッセージがたまたまマッサージしてねっていう一言だったから、みんなが、いや、パパキモすぎるでしょみたいな、なんかすごいパパに申し訳ないなと思ってそう、だから今考えるとすごいパパに申し訳ない、なんかすごい株下げちゃったなと思って一人で超声出して笑ったんですけどめっちゃおもろいんですよねって話でした。めっちゃ笑いましたって話でした。でも本当にみなパパともみなママとも弟くんとも妹ちゃんとも超仲良くしてもらってる。もうさ、みなのさ弟くんがね、いつもあの本当一時期めっちゃ行ってた時はなんか、あ、来てんだみたいな感じだったんですよ。で、やっほーみたいな、でなんか割とそのもう、あ、おかえりとか言って、もうお邪魔してますとか言って、おかえりみたいな、どうだった部活みたいな感じなんですけど、私がね。でその弟くんがミナの卒業公演見に来るじゃないですか普通に。で見に来てて、で多分その時が私とそうやって仲良くなってから初めて見る公演だったんですよね。そう、弟くんがね。でそのそれから一回も会えてないんです。あ、一回会えたか。でもそれ以外ほんと会えてなくて、でだからその公演の感想をね、公演が終わってからすぐとか聞けなかったんですよ。連絡先も持ってないし。でなんか後々みなママに聞いたの、その、え、公演どう、なんて言ってました。そしたらね、私がいつもその弟くんにね、もう絶対結婚しようねみたいなこと言ってるんですよ本当に嫌じゃん、こんな身近にさ、そのなんかちょっとつまんない親戚みたいなちょっとつまんなくてでもだるがらみがすごい親戚みたいないるじゃないですか。でも大体絶対結婚しようねみたいな、
そう、それでみなんちよく泊まりに行ってた時に、よくえもう絶対結婚しようねみたいな、だから恋愛とかしたら私許さないからねみたいなこと言っててそう、それでで、そのトト君が公園見に来てから感想がね、ノエがいつもと違ったって言ってたんだって。もうそれ聞いた時かわいすぎて、かわいすぎてノエがいつもと違ったっていう感想だったらしくて、もうそれがかわいすぎて、かわいすぎて、何個違うんだろうね、わかんない。もうほんと可愛い、私の弟、みなの弟よりも多分私の弟って思ってるんですけど、私かってそう、だからみなが親戚、私からしたらね、私からしたらそのみなの弟くんにとってみなが親戚で、私がお姉ちゃんみたいなだってね、いつも宿題やってる時待っててあげるもん、優しいから。みなとか、みなとか見てみな、そのもう見てみなってほしい、机でやってるじゃん、弟くんが一生懸命さ、で私はもう眠ってなりながら座ってさ、ずっと待ってるわけ、みななんて見てみな、ちょっと目パーってやったらもうソファでカーって寝てるので、やっぱそうだから、多分私がお姉ちゃんで、みなが親戚っていう感じだと思うんですよね、多分ね。だって加藤家の緊急連絡先みたいなところ私の電話番号も載ってるし、そう、なんで加藤家の話になったんだっけ、あれか、みなのあれか、そうですね、なんだこの話って思ってくださいぜひ私も思ってます。でも可愛いなって思って、私もなんか弟くん欲しいなって思います、本当に。でマロチもさ、マルチもさ家つくじゃないですか、でもうるさいだよマルチってマルチって本当にすごい叫ぶんですよ、叫ぶっていうかなんか吠えるの、まあそれが犬の仕事だからいいんだけど、それに関してはでさ、だけどね私が来た時にねめっちゃさ普通にその泣くじゃないですか、それでガチャってマルチーってやつ、もう離れないからね、私から離れない、本当にかわいいねかわいいねかわいいねってずっとやるんですけど、この前ねたまたま犬離れない、ね、ついて離れないみたいな記事を読んだ時に、なんで犬が離れないのかついてくるのかっていうのは、懐いてるように見えるじゃないですか、一見懐いてるように見えるけど、その自分より格下だと思ってる相手だから、自分の駒が勝手な行動しないように見張ってるって出てきて、ちょっと待ってみたいな、ちょっと待ってみたいな、そんなあんな尻尾フリフリでさ私のところ来てさ、あ可愛いね可愛いねってさやってさ、おもちゃでさ投げてとかやったりして、もう40分ぐらいさずーっと一回も携帯も触らずに遊んだりしてんのにさ、せめてさ、そのなんかせめて友達じゃん、そのなんか書き方もおかしいですけど、そのねネットの格下の相手が勝手な行動をしないように見張ってる行為と言えますみたいな格下みたいな格下みたいなそう、でも可愛いねって思うんですけど、マルチは本当に
回会いたいですね。でもマルチ今何歳なの、もうおばあちゃんになっちゃったんじゃないかな割と。まあでもそりゃそうだよね。でも幸せですね、マルチが私のことを覚えててくれるっていうのが。分かってくれてるもん。似合った、あんにゃん、にゃせや。あ、マロン出せば見てくれる人がいる。確かに最近はカモンで、最近はねむくみがねすごいの。だからね、二重幅がちょっと広がったの見える？いつもお風呂、こっちがなんかこういう目じゃないですか、いつもは。でもちょっと左右対応なってます。ポコシッポー、などポコシッポよー。最近ってなんて言うんでしたっけ、悪化、あれなんて言うんでしたっけ、忘れちゃった、忘れちゃった。かわいい、あら、かわいい、いただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。最近、最近って韓国語でなんて言うんでしたっけ。こんばん、こんばん、ヨジュン、ヨジュン、おー、イルボンチングラン、レンラ、ヘネンデ、ヘッソソ、おー、한국말한글 한글 메시지 왔어요. 연락, 응, 연락 했는데 일본에서, 아, 일본 친구랑 같이 한국어 연락했어요. 제가 한글 조금 공부했어요. 스고이 였다. 難しいですよね. 데모 가능であれば 明日の 配信 스케줄 트위터에 上げていただけると 助かります. もちろん 見てね. 한국이 한국 팬 여러분도 응원 부탁합니다. 정말 응원 주세요. 매일매일매일 응원 주세요. 너의 대단해. 파이팅. 네. 감사합니다. 일요일이 또 이렇게 맞다. 아직 決まってないんですけど. 마. その、ちょっと.
ちょっと、あ、韓国の方の皆さんもよろしくお願いしますって書いてあるらしいです。わかりましたよ、私も私もわかったよ。お、日曜日の配信が、한국팬분들도꼭해주세요꼭해주세요 같이응원하자고요아감동해요눈눈눈이가지아눈이부터다이아몬드 韓国のファンの方々も応援ぜひお願いします、一緒に応援しましょうっていう、私にも分かりましたけどちなみになんですけどちょっとめっちゃすに戻るけど、3週プラス50カウント25分でやるとして、2週プラス50カウントって15分でできますか。かわいい、ノイピーかわいい、お、こまやできる、15分でできる、10回配信をするか、9回で収めるか。2週プラス50カウントならスマホ1台で十分。お、どうする？ 9 回にするか、10回するか。でもまあ、10回した方が、あ、10じゃないし、あ、10か、きつめでいく、うん、日曜日だから割と多めでもなんか私的にはいいのかなって思ってるんですけど、どうなんでしょう。10回、日曜日は10回配信していいですか。ありがとうございます。最終日あたりになると15回とか多分なるから、そう、でもとりあえず、じゃあ平日は平日でやるとして、日曜日はもうねラストなので10回配信でやりたいと思います。ありがとうみんな。
明日はあのタイムショールームの配信スケジュール変えなきゃですね、私が変えとくので、ぜひアラームのセットと、まあこれからねツイッターにも載せるので、ぜひそちらのチェックよろしくお願いします。また明後日から頑張っていきましょう。じゃもうね21時になっちゃうので、みんなごめんね、今日マジでマジでごめんなさい、本当にもう明日から絶対ないから本当に、ということで皆さんありがとうございました。おやすみなさい、また明日ね、明日から頑張りましょうマジで皆さんもう1位しか見てないから皆さんありがとうございました。必ず1位を取りましょう、ありがとうございます、頑張るぞ指芸ということで、ありがとうございました、おやすみ、みんなありがとう、またねー。